はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の三角形の面積丸一基本編をお送りします。で、前回は三角形との条件っていうのを一本やらせてもらったんですけど、で、こっから面積やっていきます。で、まず基本編ってことなんで公式がメインになって、それも含んで5問全部でやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、特にここは公式を知っていればね、クリアできるところなんですけど、ちょっとなんだろうなって思う問題があれば、今から全部説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあまず公式からいきましょう。で、今回はタイトルで言ってる通り、三角形の面積出しに行きます。で、三角形の面積って小学校の時に1回やってるんですよね。底辺×高さ ×2 分の1、まあ、もしくは割る2でもいいですけど、っていうのがあったんです。でも、ここでは普通に、まあ、こういうね、三角形がある状態でコサインやらサインやら、まあ、そういうのを使っていって公式を覚えてもらいます。まあ、使うのはサインなんだけどね。で、まず面積 S 覚えてください。公式です。で、覚え方はまず2分の1書きます。で、その状態でいくかね、その三角形でいくと辺を2個かけます。今 B と C かけました。そしたら BC2 つの辺かけるでしょ。それの間の角度のサインを入れてください。つまり今 B と C こうなってるから間って A じゃん。そこのサインをかけます。2分の 1BC サイン A、 これが公式です。で、それは別に BC じゃなくてもよくって、じゃあカッコでね、他のも書きましょう。2分の1、例えばじゃあ CA でいきましょうか。 CA 間のサインだからサイン B をかけてください。それでもいいし、2分の 1BA か、まあ AB にしようかな、を使うと AB 間のサインだからサイン C と。これが公式、面積の2分の1辺2個間のサインです。いいかな、ぜひ覚えてください。これはね。で、もう一個あって、三角形 ABC の内接円が分かってる時、これ気をつけてね、正弦定理外接円でしたけど、ここ内接円ね。で、内接円っていうのはこの三角形の中で接してる円です。中に全部くっついてる3つの辺とね、その円が分かってる時で、その半径が R ってなってたらサインを使わずに面積出すことができます。で、その公式が2分の 1R がきます。半径で、カッコ3つの辺を全部足しましょうと。これが公式になります。内接円の半径が分かってる時ね。いいかな、こんな感じでやってみてください。で、それを使ってやっていくと面積出したいです。BC、長さが分かってて、ちょうどよく間の角度が分かってる。で、もし間の角度がちょっとイメージできない子は、図を書いて確かめてみてください。自分で ABC、もう一回やるか。口よりいいもんね。例えば、適当に三角形書きます。自分で。不安な方はね。で、ABC って振るじゃん。そうすると、B っていうのは B の反対側だから、ここが3なの。で、C は C の反対側だから、ここが2で、ここが120度ってわかるでしょ。だから2つの辺と間のサインがちゃんとわかるので、あ、公式使っていいんだなとなります。でも慣れてきたらアルファベット3つ BCA が揃ってれば使えるよみたいな感じでもいいけどね。これも CAB、ABC ってアルファベット3つ揃ってるからね。で、やっていくと面積 S は2分の 1×BC だから 3×2 で、サイン120度です。で、サイン120度はもうね、書き換えちゃおう。2分のルート3になります。で、約分してって2が消える、あとは消えないかな。だから答え2分の3ルート3とね、こんな感じでやっていってください。よいしょ。じゃあ次は青にしましょう。で、次はですね、 A と B が分かってますってことは、角度としては C が欲しいんです。 AB が分かってるから C が欲しい。でもないんだよ。ないんだけど、
A と B の角度分かってるからこの2つからも C 出せるよね。三角形は全部で180度、なので110と25足して135でしょ。それを180から引き算すると、あ、C って45度じゃんっていうのが出てきます。なので A、B、C 全部揃ったから面積いきましょう。 S イコール2分の1かける、まず辺2個ね、2ルート2かける3、そして sin45 度、 sin45 度はルート2分の1です。で、約分します。2と2約分できます。ルートの中身同士も約分できるので、これも消えます。いいかい。そうすると残ってるのが3しかないんだよね。なので答えは3だよと。いいかな。こんな感じでやってみてください。そして問題が5番なんです。はい、5番で、5番は辺が3つ分かってるけど角度が1個も分かってないんです。これで分かってないんで、あ、じゃあ内接辺かなって思うんだけど、内接の半径も何も書いてないので普通にこれだけで勝負しに行きます。で、実はですね、今からあるやり方をします。で、そのね、めんどくさいやり方をするんで今から。でも、そのやり方もぜひ覚えておいてほしい、個人的には。でも、慣れてる子からすると、いやいや、それヘロン使えよみたいな感じで思うと思うんですよ。で、ヘロンの公式っていう技がある、本当は。で、それについては次の動画でやります。ちゃんと特集するから。けれど、ヘロンをちゃんとマスターする前に、できればこれも、これちょっとね、洗濯機がねえや。そう、洗濯物鳴ってますけど、失礼しました。あのですね、ヘロンの公式の前にこのやり方もぜひ覚えておいてください。いいかな。なんで、ね、ちょっと面倒くさいやり方でやりますけど、お付き合いください。で、どうやるかっていうと、まずね、ちょっと三角形適当に書きましょう。で、これはですね、ほんと適当でいいです。長さとかこだわんなくて。 A が6、B が3、ちょっと長さあべこべなってますけど。で、どっか一箇所でいいんで、そこのサインを出せればいいんだよ。どこでもいいんです、それ。で、ターゲットをどこで絞っても平気。今回はちょっと個人的にここでいきます。ここのサインを出しに行きたい。角度が何度とかどうでもいいの。サイン C だけ出せればいい。でも、これいきなりサインは出さなくて、まずコサインから出しに行きます。なぜなら、辺が3つ分かってるんで、コサイン、余弦定理使えばコサイン出せるんだ。これどこでも。で、まず C からいきますが、公式です。余弦定理のね、コサイン C イコール2かける、この間の角、あ、間の辺ね、をかける、それを分母に持ってきます。で、その3と6の2乗をまず足します。36で、残った7を引き算する。これが公式でした、余弦定理の。で、これはですね、まず上だけ計算します。そうすると、これマイナス4になるね、上。で、マイナス4とこれ約分できるから、1とマイナス2、まだいけるか。3とマイナス1なんで、マイナス9分の1と分かります。コサイン C が。でもまだダメです。なぜなら、サインじゃなきゃ使えないから。で、サインを出しに行きます。ちょっとね、幅取るんでこっち行きますね。で、コサインからサインを出す方法っていうのは、この公式を使います。必ず一応シータで置いていいかな。サイン2乗とコサイン2乗を足すと1、この公式あったね、これを使う。で、今サイン2乗、あ、コサインのところにマイナス9分の1入れることができるので、サイン2乗 C にするね、 C で合わせたいんで、 C プラスマイナス9分の1を2乗すると81分の1です。で、イコール1で、サイン2乗 C、 81分の1こっち持ってくると1と計算して81分の80になります。頑張ってついてきてね。で、2乗外します。2乗はず、噛んだ、外す代わりにプラスマイナスルートがつきます。で、右側ルート81分の80は下が9で出てきます。9の2乗だからね。で、80は分解していくと4ルート5になります。つまりサインはプラスマイナス9分の4ルート5なんです。けれど、今三角形の角度なんだよ、 C って。
三角形全部で180度しかないので、絶対180度より小さいのね。C っていうのは。一つの角度が200度とか絶対起こらないから、三角形で。つまり、180度までしか考えないんで、サインの値って絶対プラスになります。マイナスは出てこないから。だから、ちょっとね、書けない気がする。サイン C はプラスの方。9分の4ルート5。っていうことがわかります。マイナス取っちゃってね。で、サインがやっと獲得できたので、こっちに戻ってきます。ごめんね、あっちこっち行っちゃいますけど。で、公式。S イコール2分の1かける、間 C 使いたいから36使ってね。36で、サインが9分の4ルート5。で、約分すると、3、あ、これ消えんな。あ、4ルート5残った。4ルート5と。これで、面積が出ましたという流れになります。なので辺が3つ分かってたらどっかのコサインを出す。で、コサインが出てきたらこの公式でサインに変換します。で、サインが出たら公式使って面積を出すという流れ。めんどくさいでしょ。ね、気持ちはすげえわかる。で、一応ですね、なんでこれを覚えてほしいかっていうと、例えば3つの辺からコサインが出せること、コサインが出ればサインに変換できることっていう、この問題のためじゃなくて他の問題のために使える知識がいっぱい入ってるんです。だから覚えてほしい、できれば。ただ面積を出す問題であれば次でやるヘロンで十分です。なのでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。一緒に確認すると分かりやすいと思います。では、途中ね、洗濯機ちょっとなっちゃいましたけど、ね、ちょっと申し訳なかった、そこはね。では今回は高校数学数1の三角形の面積1基本編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっき言ったようにヘロンの公式取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。